今回は石油がテーマです世界で脱炭素の動きが広がりこの流れが続けば石油の使用量は減っていくはずです石油を中東からの輸入に依存している日本にとってもメリットがありそうですただそこまで順調に進むのかはまだわからないのが実態ですむしろ中東の原油生産は増えていくのではないかという予想まであります詳しく見ていきましょうまず今後の予測です 国際エネルギー機関 IEA は、温暖化ガスを実質ゼロにするなら、石油の需要は2050年までに76%も減るとしています。ただこれは理想的な形です。現実はそう甘くないかもしれません。日本エネルギー経済研究所が予測する今までの流れが続く基準シナリオだと、世界で一次エネルギー供給が増加するため、 逆に36%も増えると予想しています脱炭素の技術が進展すると仮定したシナリオでも8%増えますこれは新興国の需要が増加するためですこの場合何が起こるのでしょうかそれは中東への依存が今より高まる可能性があるということです欧米の石油メジャーは株主からの圧力が高まりすでに石油への投資を減らしています 2021年の投資額は2015年に比べて54%も減る見通しです一方、中東やロシアの国営企業は違います株主からの圧力はほとんどありませんので投資額の減少は10%にとどまる見通しです中東は欧米が投資を減らすのはチャンスだとばかりに石油の利益の総取りを狙っています 中東の原油生産量は IEA のシナリオなら2050年までに66%も減りますが日本エネルギー経済研究所の基準シナリオだと逆に35%も増えますこうなってしまうとエネルギーを輸入する国の価格交渉力は弱まってしまいます資源に乏しい日本は特に影響が大きくなりそうです再生可能エネルギーや水素を普及させるカーボンゼロの取り組みは 地球温暖化だけでなくエネルギー安全保障の視点からも失敗できない課題といえそうです。